ブラザーのエクです。ナッタンです。ダイちゃんです。ダイちゃんです。ダイちゃんが二人いるな。おいおい、てめえらこれ撮影だつてんだろ。ギルニカルイマイペースでございますね。はい、ということで、はい、今日の企画は、今日のこの時間、はい、もうそろそろ夕飯の時間でございます。そうですね。ただ毎日夕飯でね、メニュー決めるのほんと大変なの。だから今日は4人のこう出した紙が一致したご飯にしたいと思います。イエーイ。え、1個も一致しなかったらない。うわぁ、おめえらちゃんとしろよ。ちゃんとしろよ、ちゃんとしろよ。この紙を今こうやってまいちゃんが用意してくれておりますが、うん、はい、中身はみんな知らないんだよね。知りません。でもちょっと今見えたよ。紙を1枚取ってください。せーの、はい。マック、白米、ネギ、ハンバーグ。はーい。ダメです。ちょっとなんでみんなネギ引かないのよ。いや、ごめんごめんごめん。あのまださ、まあ、ここは分かるさ。いや、夕飯でネギってネギよ、お前ら。いや、それはもうこの方のネギ。お前らネギ食えねえだ。お前ヤギか。え、いや、ヤギならねネギか。ネギ、みんな出たら今日ネギ食べれたのに。つまんな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 。じゃあもうここに出たやつはもう俺らが出したとしても合わないってこと。はい、そういうことです。じゃあもう今俺らが出したやつはもう消えた。ネギは夕食ないですもん。はい、じゃあ2枚目いきます。はい、せーの、待って、ドン。うわっ、あっ、焼き肉、焼き肉。ちょっと待って待って待って、大ちゃん、なんだこれ。メガネ、メガネ、なんかあった。どういうこと。お前を食べる。どういやかましいよ。しかも1貫よ、1貫。いや、こっちの方がやだ。これもやだよ、もう。くさがやだ。いやー、でも、焼肉2人揃ってるけど、これ4人が揃わないと食べれないんで。いや、なかなかむずいよ。焼肉も消えました。うん、これさ、3人にしない？これ4人だとさ、100% 合わないから。3人です。3人、わかりました。了解しました。いくよー。はい。せーの。ふやん。おぉ、2枚、2枚。パスタ、パスタ、マック、マック、レーのファミレス、唐揚げ。大ちゃん、よく読んでごらん。レーのファミレスでございます。レーのファミレス。どういうことだ？あ、あれ、もしかして。大ちゃん、お前、歌いたいよ。ですね、これには理由を、はい、理由を説明してください。ファミレスにみんなでね、行ったんだね。ご飯に、まあ、よく食べ行くんですが、うん、あの声をかけていただく時がすごい多いんですけど、まあ、視聴者の方にね、はい、ある一個のファミレスでですね、大ちゃん、一目惚れを人生初してしまいました。いやー、あの時の大ちゃん、ほんと見せたかったな。そう、そのファミレスに行くっていうやつを書いたんですが、もう怒りすぎて破いちゃった。あ、でも大ちゃん、大ちゃん、まだ誰も出してないでしょ。あ、そうじゃん。そうだよ、だから 3人が揃えばいいってことだから、その子は誰か自分も分かってないと思いますが、まあ、チキンなんでね、あの話しかけることもちょっとできなかったんですけどね。そこのファミレス行きたいよね。まだ希望してるな、まだ。切実、切実なの。俺らが出せばいい。そう、そこを期待してまだやりましょう。せーの、ドン。焼肉、唐揚げ、白米、あー、ピザ、また全員不一致でございます。残念。これ俺多分だけどさ、はい、これある中で多分一個もないよ。まあ、まだある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 。例のファミレスあるんだ。そうだよ、そう、まだそれがあるんだから。よし、もうじゃあ大ちゃん、どうしよう。それもう行けなくなるかもと思ったら、ちょっと落ち込んできちゃったかもしれない。大丈夫、大丈夫。切実にテンションが下がっている。じゃあ行きましょう。行きましょうか。3、2、1、来るぜ。パスタ、あ、あ、あ、ね、あ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 、もうちょっと3つはもう揃わなくなっちゃった。ごめん。あっ、待って待って待って、あっ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 、出さなかったの、怒られてる。嘘でしょ。ちょっと、あの例のファミレスはもう3つ揃うことはない。はい、あああああ、だから今こんなになっちゃってます。この後多分もうやらなくなっちゃう。じゃあちょっと私が大ちゃんの代わりやろうかな。夕飯がないのはちょっとね、きついから。いや、ちょっとね、本当に、本当にジャンキー食うことになっちゃうから。そう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 、まだ言ったけど、ジャンキー3枚残ってるから。そうだよ、うわ、最悪。
3、2、1、あ、2位はい、唐揚げ、うわ、ドン、3、2、1、はい、せーの、ポン。じゃあラストチャンスですよ。え、いきましょう、せーの、はい、ピザ、ハンバーグ。あー、ダメだー。え、っていうと、今日ご飯はな、全部不一致でした。マジになっちゃう。じゃあ、次はパパッと、自分たち見て、合わせに行こうよ、うん、それで行こうか、うん、はい、あまりのあれに、ちょっと破かれたので新しく書き直してはい、また、この中に入れて補充しました。はい、第一再チャレンジだ、行くぞ。起き上がった。え、3人でも揃えばいい。そうで、しかも今回、運じゃないから。そう、みんなが、そうだよね、これを出したいだろうなと、ある意味兄弟愛がここでわかるかもしれない。いや、ほんとそう、ほんとそう。じゃあもうみんなわかるよね、誰に合わせるかだよ、うん、おー、でさっきから尊重するべき相手ってもう明確じゃないですか。みんな合わせてあげてよ。一君に合わせるのか、大ちゃんに合わせるのか、アックに合わせるのか、ナナに合わせるのか。いきましょう、せーの、フラン。例のファミレス、例のファミレス、例のファミレス、ハンバーグ。あーい。いや、ちょちょちょ、ごめんごめん、なんで行くの。え、ちょ、聞いて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 。だってさ、うん、例のファミレスでさ、うん、ハンバーグ食ってたから。確かに。だから、ハンバーグ食べたいって言えば、例のファミレスで切るから。いや、違うよ、家でハンバーグだよ、これ。あ、あららら、あ、わかったわかったわかった。ふだい、さまさま、ふだいさまさま。まあまあまあ、ということで、はい、一君はハンバーグでしたが、ええ、行っちゃいますか。俺悪くない、悪いよね。悪いね。悪い。あそこまで言ったらもう4つ一致になると思ったんだけど、考えて、じゃあハンバーグ食べるって言えば、もう納得しないもん、これ。ああ、すごい。でも、これから行っちゃうって言ったら、もうね、恋する男子になっております。なってるね。ということで、じゃあ皆さん車に乗ってください。はい、しゃい。あ、じゃあごめんね、ちょっと片付けといてもらって。え、俺連れてくんないの。じゃあ俺の夕ご飯をみんなでさ、せーので出して、もし、じゃあいいよ、3つ以上揃うんだったら俺それ食べるよ。せーの。え、くさやくさやくさや、メガネくさや、一個いいし。はい、じゃあ揃ったということで。え、ちょっと待って、待って、あのね、草屋あそこに置いたら。いや、まあ、場所はわかんないけどさ、はい、まあ、じゃあ味はうまいらしいから。いや、匂いがきついのよ。はい、じゃあね。いや、待って待って待って、ちょっと草屋3個買って、じゃあ、行こう。草屋4個食べてね。ああ、いいなぁ。いきます。お前ら、この部屋、草屋臭ですごいことにしてやるからな。お願いします。一君の方もよろしくね。バイブバイブバイブ。